左から二番目が、ケンヒーケンヒーは、濃いめ濃いからべを赤に分類される魚。中国東南部、ベトナム及び、台湾の川や池などに生息する、淡水魚である。和名は日本が統治していた時代に、台湾で目にしたことから、台湾語での呼び名、魚によっている。台湾では、ゴ、ゴとも言う。中国語の標準名は、魚である。広東省における、 地方名にはド、土、雪、甲などがある。ベトナム語では、カチョイビットという。学名のシノニムにはカキなどがある。ケンヒーは、外見が、タモロコに似た、比較的細長い体を持つが、背びれや尾びれは、もっと大きい。体長と体高の比率は3.24倍程度である。頭は、体長の4.8分の1程度と体に対して、小さい。 全長は2 5トル前後で流通しているが、大きいものでは4 0トルを超えるものもいる。通常、3年で制御となる。通常水中の低層にいて、主に水草やプランクトンを餌としている。中国大陸では、玉江水系を中心に分布する。他には、貧乏水系、海南島、香港、ベトナム北部の村小井川水系などに分布する。 台湾へは養殖用に、関東省の諏訪島周辺から養魚が運ばれるなどして持ち込まれた。市販のケンヒーのすり身、豆腐を混ぜたすり身の蒸し物、米飯に乗せた当地魚缶詰の中身、関東省を中心に養殖されており、関東省では総魚、白蓮、国蓮と合わせて四大化魚と呼ばれるほど一般的な食用淡水魚である。 漁獲量も多く、玉枝流域における漁獲量の3割ほどを占める。新鮮な魚肉は滑らかで、旨味もあるが、小骨が多いのが難点のため、これを気にしないで食べられるように、すり身にして、魚黄牛と呼ばれるつみれにすることが多い。つみれには、大黒具合、椎茸、チンピ、コリアンダー、干しエビ、豆腐などを混ぜることもあり、スープや純徳料理のかゆ鍋の具にもされる。 純白料理の拒否格もケンヒーのすり身と豚肉などを合わせたあで作るスープワンタンの一種である。また、すり身をピーマンに詰めて揚げたり、魚の原型を残した皮に詰めて鉄板焼きにする料理、洗浄魚もある。大きいケンヒーはネギ、生姜、またはトーチとともに蒸し魚にしたり、スープなどに使われる。関東省で作られる缶詰の定番商品として、 トーチと食用油と共に詰めたトーチ魚があり、中国各地や海外にも出荷されていて、日本でも中華食材の専門店で買える。英語で、フライドデイス・ウィズ・ソルテッド・ブラック・ビーンズなどと書かれていて、これからケンヒーをウグイと訳している例があるが、デイスもウグイも別赤の魚である。そのままご飯のおかずにするほか、塩味が強いため、白菜。 ロメインレタスなどと炒めて、食べたり、トウガンなどと共に蒸したりすることも行われている。同族異種に書きがある。ABWJ ホランと、アンルズ・オブ・ザ・カーネギー・ミュージアム・ボリューム 12PP204 から206、1919 20 19、ザニューエラ・プリンティング・カンパニー・ハット、シナニムズ・オブ・セルイネス・マリート・トーレラ。フィッシュ・ブイス、2016年6月22日閲覧。 理をもただし、中国淡水魚的分布区画、PP180 から181、1981、科学出版社、北京分鈴木、香港淡水魚類、P33、市政局出版、1981、香港。ありがとうございます。